してこれがまあ中央部ですね、うん、中央部です。これが鎌倉大仏切通の中央部ですね。あそこの紅葉がちょうど光に照らされて非常に綺麗ですね。そしてこれはさっき登ってきたらですね、太陽照らされていいね。上の方の紅葉もね、だいぶ進んでる。こういう感じですね。よいしょ。行きましょう。これはさっき話したことになってきました。正面からね、光が差し込んできたから、これね、本当にこの巨岩を、巨石を尖ってんだからね、すごい迫力ですよね。こちらの方もちょっとね、はい、止まってたから距離的に言うと本当に大したくない、距離的に言うとほとんど大仏さんからもほんのすぐのところですが、大仏さんにはもうたくさんの人が参拝していってますが、ここを肝心館元のですね、この昔の向かいが残っているここに来る人はほとんどね、すぐ近くなのにね、ここはまあちょっとあちらの方まで移してみましょう。